OK、上だな。ゴーゴーゴー。お、エンドポータルゲット。やっぱ防犯システムがあるから、ちょっと。逃げよう、逃げよう、逃げよう。よし。よし。よし、ごめん、全治。あれ、なんで、え、ごめん、全治。強く生きろよ。はい、ということで、マイキー、はい、僕たち映画館の経営に失敗しちゃって、失敗しちゃったね。結局またお金、全財産ゼロになっちゃいました。そうなの。借金地獄なんだ。で、家もないから僕たちここに住んでます。ここいいね。ここ家じゃないの？あれ？よく見たらここ公園？そう、公園に住んでます、僕たちは。最近なんか、うん、ここら辺歩いてた主婦が、うん、公園に変な生き物が住み着いてるって言ってたから気をつけなきゃ。子供が近寄んなくなったらしい、この公園。緑色でなんか明らかに人間じゃない何からしい。気をつけて、全治。多分寝てる間とかにいるかもしれないから気をつけてね。うん、なんかどこで見たことあるけど、まあいいや。変だから気をつけてね。まあとにかく、うん、借金を返す、起死返せないって考えた、全治。何、真面目に働く？違う。新聞を毎朝読むわけよ。日経新聞とか。ほんと？コロコロコミックの間違いじゃない？コロコロコミックも面白い。だからその新聞に書いてあったんだけど、うん、今博物館に超有名なお宝が来てるらしい。期間限定で。見に行きたいな。見に行く？お金ないから見に行けないだろ。そこじゃない。もらいに行くしかないでしょ。また盗むの、マイキー。怪盗ルパンマイキー3世だから。よし。なんだそれ。下見に行こう、全一。まあ、いっか、ゲームだし。そう、ゲームだよ。法律ないから。現実と混合されがちだけど、これゲームだからね、全一。確かに、まあまあまあ、ゲームだから。マイキー、下見に行くのに車を盗むんだ。まず盗むって言い方、ちょっと失礼かな。ミュージアムって書いてあるでしょ。英語で博物館って意味か。さすが。ここね、へー、いろいろ飾ってる。マイキー、お金怒ってるよ。ダメだよ。よし、もう2階は鉱石店だね。監視カメラがある。壊せないわ。監視カメラの目の前で盗んだらやばいね。通報システムが作動しちゃうらしい。で、割れないし、うん、これを割るのと、やっぱり防犯システム、防犯カメラが割れればいいんだけど、ちょっと壊せなそうだから。多分スルートは確保しといたから、全治、任せて。上に何があるのこれ。まあいいんだよ、落ちまえばなんもない。じゃあ用意しに行こう。用意って何すんの。だから、ガラスを割るものと防犯カメラを作動させないものを買いに行くのだ。なんだ、僕たちこんな味だったっけ。そうだよ、幹部がいる。誰これ。ああどうも、善一さん。ブラックマーケットって怖い。よじゃん。まあ行こう。この店に防犯装置破壊するものが売ってるんだっけ。そこご飯屋さんじゃない。ご飯屋さんじゃないんだ。ここに売ってるんだ。あ、ここに売ってる。アラームシャットダウン。ダイナマイト、どこにあるの。ダイナマイト、工事現場にある。あそこにあるの。さ、道路工事現場。いやー、警察署の。警察署行く。いや、やだ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 、マイキーやだ。警察にお世話になっちゃダメよ。ダメダメ、捕まれたくないな。だから僕はとにかく悪いことはしないで生きていこうと思う。まっとうに生きるよ。よーし、ダイナマイトを探す旅さ。たくさん発見しよう、ダイナマイト。うん、よし、行こう。行こう、全機。マイキーにもあげるよ。マイキー何個持ってんだよ。5個。はい、じゃあマイキーあげる。サンキュー。行くわよ、見てきなさい。もう僕たちは捕まるわけにいかないの。絶対に成功するから。これでやっと貧乏生活から脱却できる。家買いたいな。あ、スクールバス。スクールバス早いか。あれ、乗った。乗ってるね。でもスマイル、家具はいい、全治。うん、ギャーン、クルッキー。はい、華麗なドライビングテクニック。アラーム解除装置を持ってられた。これ使って、パワーボックス。アラーム、これがアラームの役割してる。そう、ここに入れてみよう。そう、お、よし、アラーム壊したぞ。アラームディスエイブル、うん、確保できてる。怖いなぁ、いざ決行となると。怖いよ。捕まったら刑務所行きでしょ。そうなのだ。よっしゃ、協力してやろう、マキ。靴を入る。僕たち二人で行くぞ。まあ、下見はしてるから。でもオッケー、上だな。ゴー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 。おぉ、おぉ、拾って拾って、爽快だ、拾おう。いいよ、エンドポータルゲット。邪魔邪魔。マキ、エンダーチェスト待った。マキ、ほら、エンドポータルとエンダーチェスト。よしよし、あとね、金庫もある。防犯システムがあるから、ちょっと、ね、逃げよう逃げよう逃げよう。よし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 、逃げろ逃げろ。よしよし、よし、ごめん、全治。あれ、なんで、え、ごめん、マイキーのすねのすね。あ、あ、あ、ごめん、警察が来る。ごめん、全治。あ、マイキーが。ごめん、全治、強く生きろよ。マイキーひどい。待って、僕も乗せてよ。全治、強く来て。マイキー、ちょっと待って、ごめんね、面会には行くから。強く来て。僕はあの、いつもの街にいるから。マイキーが行っちゃった、ひどい。マイキーが置いてったせいで僕は刑務所に閉じ込められた。マイキーに裏切られてしまったから。
面会来てあげたよ。マイキー。おじいち、かわいそうに。つらい。なんでそんな格好してんの？ちょっとお金がね、入ったの。場所が場所だからちょっと理由言えないんだけど、お金入ったじゃん、僕たち。でもちょっといい格好してんの？全員大丈夫？僕たちってマキーにしか入ってないのに。かわいそう。ひどいよ。ちょっとあん時はごめんね。ちょっと僕が追われてたから、ついね、置いてちゃったの。マキー、助けてよ。え、待って、マイキー、助けてよ。釈放して。お金払えば釈放できないの、これ。釈放ちょっと聞いてきてもいいけど、辛くなさそうだよね。え、辛いよ。やだよ、僕、ここに住むの。マイキー。あ、かわいそうだ、ゼイチ。マイキー、出してよ。お金ないもん、僕。あ、あるじゃん。お金ないの。ほら、素晴らしい格好だろ。え、マイキー、いいから早く出してよ。そうだね。これ、ゲームだしね。うん。やった。ねえ、マイキー、出してよ。はい。ゼイチ、友達から出してやるよ、いくらでも。行くよ。わざわざ迎えに来てやったんだから。優しいところあるじゃん。ダメだ、逃げろ。まだ全然出してあげたんだから、うん、お礼は忘れちゃダメだよ。うん、何？約束して。うん、もう実はね、ちょっとお金の文言が入ったから、ここでは言いづらいんだけど、うん、豪邸を買ったの。その豪邸のセキュリティシステムを作ってください。あ、僕とマッキーの豪邸？全員の部屋も用意しとく。ああ、優しいじゃん。だから、セキュリティールーム作って。いいよ。Thank you。まあ、マキ釈放してくれたし、まあ、マキ裏切ったけど、まあいいや、結局助けてくれたからな。追われてたから、仕方なく。二人で捕まったら、こうやって出れなかったでしょ。まあ、確かにそういう。まあ、二人で逃げれば、まあいいや。じゃあ、僕の豪邸に行きましょう。全員、ここが僕の新しいアジト。うわぁ、僕たちのアジト。僕の、そう。大した家じゃないんだけどさ。おー、これが僕たちの味と。おー、綺麗じゃん。あん時のヘリコプター色塗り替えといたから。おお。あ、ここら辺のスクールバスに使ってくれよ。もうめっちゃいいじゃん、マイッキー。まあそうでもないんだけど。いいね、マイッキー、いいことするじゃん。めっちゃいい家じゃん。僕好きだよ、この家。ここが僕の、ね、寝室。おマイッキーの寝室。ここで基本トイレもしちゃう。ここでフォートナイトとかマイクラやってる。マイクラの中でマイクラって面白くないから。そんなことはいいのさ、センチ。怖いな。それで派手なの作ってほしい。どこに？僕に使わしい派手な。なんで作るの、そもそもセキュリティなんて。侵入者が入ってくると怖いじゃん。だから作ってほしい。なんで？身を守るためさ。まあ、とにかく派手なのを作ってほしい。命でも狙われてんの？そう、お金とか全部こうやって持ってるんだけど。お金盗まれるのが怖いの、マイッキー。それもあるけど、侵入者がやっぱ怖いよね。まあ、金庫とかにはお金預ければいいんじゃないの。いや、自分で持つのが一番安全なの。ねだから派手なの。あとは絶対にバレないやつの。見た目は持ったのに床なのに踏んだらバーン。マイキー引っかかっちゃったら危ないじゃないの、自分で。お墓が引っかかるわけないじゃん。マイキーが寝てる間に、うん、襲われないよ。いいよ、マイキー釈放してくれたし。僕の部屋は？全員の部屋はね、ここら辺から、ここら辺好きに使っていいよ。なんで外なの、僕仲がいいな。まあ、マイキーのために作ってあげよう。釈放してくれたし。で、僕はちょっと買い物行ってこようかな。うん。ちょっと換金してくる、金塊とか。ちょっとね、宝物をもらったら僕、エンダードラゴンの頭とか、カードきっかけでね。それをちょっと換金してくる。あ、僕も一緒にいたから、マイッキー。だね。マイッキーに置いてきぼりにされたけど、まあまあ。盛大にとにかく、盛大なトラップを頼むよ。まあ、あとでも、まあ、マイッキー危険だと思うから、引っかかんないように気をつけないよ、任せて。僕、絶対引っかかんない。IQ289 だから。うん。OK。じゃあ今、作るわ。集中よし、できたー。できた？時どこいるの？今ね、宝物、最後の宝物をね、換金してきた。おお。今戻ってるよ、全員どこにいんの？迎えに出てきなよ。主のお帰りだよ。おお、マッキー、フェラーリ買ったの？ああ、さっきちょっと換金してきたの、軽く。いいな、僕もこれ乗ろう。ダメだよ、全員。なんで？フェラーリに乗れる人間と乗れない人間がこの時代にはいるのだ。僕は乗れる人間だ。まあ、人間じゃないけどね。僕は乗れる側さ。オッケー、オッケー。そうそう。僕は乗れる側さ。マッキー、ちなみにトラップも作ったよ。Thank you。どこどこ？まあ、ここにある。この、見えないようになってるから気をつけた方がいいかもしれない。ここを通るときね。本当に見えない。見てこれ、だって換金して、エンダーいっぱいね、お金のね、換金してきたの。すごくない？超お金持ちで、僕この家ローン80年ぐらいかな。ローンで買ったの？銀行もよく貸してくれたよね。そう、ローン、よく銀行も貸してくれたよね、僕みたいな亀に。本当は全部ね、現金でキャッシュで買ってもよかったんだけど、金塊とかいっぱいあるしね、バレちゃうから。なんでこんないきなり金持ちになったんだって。だからちょっとずつ払うことにしました。あと税金対策かな。よし、なんだそれ。どこ全員どこにあんの結局。そこにある、そこ気をつけてもらえ。あ、マイキー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 、あそこ気をつけてって言ったじゃん。おかしくないけど、お宝がもう払ってないんだよ、この家。待って、マグマ？マグマだ。あ、やばい、僕はいいんだけど。マイキー、これ受け取って。マイキー、これ受け取って。どれ？あ、やばい、あ、待って、マイキー、これがなくなんだ、まずい。どうすればいいかな、どうすればいいかな。これなくなんだ、まずい。ああ、ローン80年だよ。払えないよ。え、マッキー、さっきあったダイヤとか全部消えたの？マグマだって溶けちゃうでしょ。やばいよ、全然払えないもん。
マイキー、あんだけやっぱ宝箱にやっといた方が良かったじゃん、マイキー。だって自分で持ってるのが一番安全だと思ったんだもん。ああ、骨どうすんのマイキー。骨は手放しだぜ。一公園に戻るよ。80年ローンが、ローンだけ残った。マイキー払うの？ローン払うよ。それはね、逃げられない。まあもしかしたら地下労働施設に送り込まれちゃうかもね。いい、まあそんなところかなってことで、今日はバイバイ。バイ。